本日はね、大人の方には絶対に欠かせないニットブルゾン、カーディガン紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル、ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、去年結構ね大人気だった、ニットブルゾン、カーディガン、どっちと呼ぶかはちょっと難しいところではありますけど、ザノーネの京都というモデルがね、昨年すごいうちでもね人気でしたし、まあまあ早い段階でなくなっちゃったんじゃないかなと思います。その京都の、春バージョンが今回ね入荷してきましたということで紹介していこうかなという動画になっております。はい、で、秋冬に入ってきたモデルは、ウールの素材を使ってて、こう5ゲージっていう、いわゆるローゲージとミドルゲージのこうちょうど間ぐらいの、もう本当に、結構肉厚なねボリュームのある、ニットブルゾンだったんですけど、今回の春夏のモデルは素材もちゃんと春夏仕様になってます。なんでコットンとリネンですかね。はい、でコットン 60% リネン 40% とかな、逆だったかな、どっちかの割合なんですけど、結構清涼感あるこうサラッとした生地感になってます。見た目的にも多分見た感じ、今僕が着てるベージュのこのタイプなんですけど、薄さが伝わるかどうかは分かんないですけど、画面越しで、かなりこう触った感じもザラッとしてて、リネンの質感がすごく出てるかなと思います。見た目にもうっすらそのあたりはね伝わるところはあるんじゃないかなと思います。で生地的にもこう程よく厚みはある、7ゲージに今回はなってるんですけど、薄すぎるカーディガンとは違うし、こう分厚すぎるミドルゲージのニットとは違うし、ちょうど程よいところを、バランスをね取ってるのかなとは思います。素材がねこう春夏仕様に変わってるっていうところと、あとは機能面的なところで言えばあんまり変わらないんですよね。こう秋冬のこうなんていうんですかね、秋口1枚で着るアウターとしての役割と、冬にコートとかブルゾンのこうインナーとして使う、インナー使いとっていう、その機能面で言えば春夏も基本的には一緒なんじゃないかなと思ってます。なんで、後からね、ちょっとブルゾン着ながら紹介するんですけど、春の立ち上がりの時期、中途半端な時には、こう、ニットブルゾンと、もう一枚、こう、ナイロンのアウターだったりとか、まだちょっと寒い方は軽めのダウンとか着てもらったり、コート羽織ったりとか、っていう、こう、インナーとしての使い方と、こういったシャツと、こう、ニットとのレイヤードで、アウターとして着る場合だったり、カットソーと、この、京都。で、アウターとして着る場合っていう感じで、こう使い勝手っていう意味では、順番が逆になったというか、はい、それだけなのかなと思います。はい、なんで非常に使い勝手がいいっていうことですね。はい、息が長いっていうことです。はい、春の立ち上がりの時期からこうすごく暑くなる夏の時期まで使えるような、アイテムです。個人的にはこれは僕は秋も着ようかなって思ってますけど、秋口でも全然いいんじゃないかなと思うので、言ったらこう3シーズンぐらいこう長い目で使えるかなと思ってます。はい、今年はですね、形とかは変わってないので、前回の動画をね、見てもらった方はお分かりだと思いますけど、ちょっとだけ説明しておきますね。はい、今44サイズをこれは着用してるんですけど、結構細身なシルエットですよね。どうですかね、トレンドとかあんまり意識してる感じはないです。もう永久的に定番って言われてるようなモデルなので、もう形は普遍的です。はい、なのでそこが逆にいいのかなと思います。ショートタイプのこう丈もちょっと短めなので、股上ちょうど半分ぐらいですかねの長さで、身幅もすっきりしてて、アームも、比較的細いと思います。はい、カバーも結構狭いですね。はい、ただニットなんで、着心地はむちゃくちゃ楽ですし、
あとはこの丈が僕はいいんじゃないかなと思ってます。ここが結構長くなっちゃったりとか、逆に短すぎるものとかってこうバランス難しかったりするんですけど、京都の場合はこうどなたが来ても、身長が低い僕みたいな方が来ても、高身長の、ね、方が来ても全然ねこう似合いやすいのかなと思ってます。はい、まあ、スタイル邪魔しないっていうのもありますね。まあ、こんな感じでね、形は、あんまりトレンドは意識してないんですけど、まあ、今後も廃れることもなく普遍的なこう男のおっさんのアウターって言えばこういうのだよねっていうような形になってるかなと思います。で今回は、色をねもう一色ちょっと増やさせてもらいました。はい、前回はこうチャコールグレーと、ネイビーダークネイビー、まあ、この2色でねやってたんですよ、秋冬は。ただ、春夏の場合はね、すごくね、秋冬で、こう、好評だったので、もう一色増やしたいな、ということで、ベージュ系、まあ、グレージュですね、正確に言えば。グレーと、ちょっとベージュが混ざってるような、ちょっとニュアンスからな、今時な色を、増やさせてもらって、で、もう一個、ネイビーと、チャコールグレー。チャコールグレーじゃないな、ミドルグレーですかね。ミドルグレー。っていう、まあ、三色展開になってます。で、おそらく今日アップされてると思うので、まあそのままこう動画の概要欄の方を見てもらえれば、見れるんじゃないかなと思ってます。はい、ということですね。ザノーナのね、京都の良さは、もう端的に言うと、もう本当にトレンドに左右されない、普遍的なデザインで、やっぱ親父世代の大人のアウターといえば、やっぱりこういうのだよねっていうような、もう代名詞になっている形。で、しかも、こうシーズンも本当に長いこと使える。いろんな着回しが効く。まあそういったところが魅力かなと思います。はい。で、まあ実際にね、こう、今の時期だとまだこの感じだとちょっと寒いですけど、個人的には、こう春先、ちょっと暑くなる前の夏前ぐらいね、6月とか7月とかぐらいまでは、全然、6月ぐらいまでですかね。はい。こういったシャツと、ニットブルゾンと、デニムだったりとか、まあ、ここはスラックスだったり、チノパンだったり、全然好みで大丈夫かなと思いますけど、まあ、そういったパンツ、はい、合わせてもらうと。で、こういう感じで、アウターとして使ってもらうのがね、個人的にはすごくおすすめですし、僕は多分、リネンのこういう白の無地のシャツを結構着るので、こういった感じで合わせることが多くなるんじゃないかなと思ってます。はい。もうちょっとね、こう、暑くなった時と、逆にちょっとまだ寒いっていう時期の2パターンをね、まあちょっとパンツもどうせなら変えながら、着替えてみようかなと思います。はい、ということで、ちょっと着替えてみました。白パンですね。白デニムにちょっと履き替えて、中のこう着ていたシャツをね、脱ぎましたという感じで、すごく薄い色になって、なかなか僕、こう全部が明るいトーンっていうのは、あんまりこう、着ること少ないんですけど、こんな感じの爽やかな、こう、いかにも清潔感あふれる感じもすごくいいんじゃないかなと思います。はい。で、やっぱりね、デニムとこのニットの相性っていうのは、まあ間違いなくね、この大人のカジュアルにおいては、鉄板中の鉄板ですし、絶対に間違いないかなと思います。はい。で、ちょっとね、こう、今時なニュアンスカラーの、グレージュの T シャツ、アイスコットのね、ザノーネの T シャツなんですけど、これも多分今日アップされてるかな。はい。これもね、すごいいいですよ。夏はね、絶対に欠かせないですね。こう、ひんやりした質感で、多分 T シャツ1枚で着ててもかなり涼しいですし、汗も吸うし、シワにもなりにくいし、すごいいいとこしかないんですけど、まあ、この、アイスコットンの T シャツと、ザノーネの京都で、このスタンドのこの感じがいいですよね。この立ち具合といい、まあ、京都の良さってやっぱりそういうとこかなと思うんですけど、作りが一つ一つめちゃくちゃ凝っててしっかりしてるんで、こうスタンドの襟の立ち具合だったりとか、こう全体のバランスだったり、こう腕の仕立て、このあたりもすごく丁寧でしっかりやられてます。なんで着心地もいいし、デザイン的にもかっこいいのかなという感じです。でレッドカートの白パンデニムですね、こう合わせてます。はい、
個人的にはね、こう夏別にこれでも全然過ごせるんじゃないかなと思ってて、こう腕まくりして過ごしてもらうのもいいですし、こうブルゾンというよりはカーディガンのような感覚で使えるので、こうちょっと寒い時にさらっと羽織るような感覚、はい。で、まあ、例えばですけど、極端な話ニットなので、こう肩にかけたりとか腰巻いたりとか、もう何でも使い勝手自体は本当にいいと思います、はい。で、逆にこういうのをさらっと持ってたりとか、さらっとなんかしてたらかっこいいのかなとは思います、はい。で、足元ちょっとね、そのまんまでこう先ほどっていうか僕が履いてるやつをそのまま履いちゃってたんですけど、こういった場合はね、ローファーとかでこうブラウンのやつとかでまとめてあげて、足元も軽くしてあげるのもね、一ついいかなと思います、はい。で、まあこれはね、ちょっと暑くなった時やっぱこういった着方かっこいいと思うんですけど、もうちょっと寒い時逆にははい、よいしょ、はい、こんな感じですね。もうちょっと寒い時はちょっとね、ボタン多少締めてあげて、こうインナーの中のカーディガンとして使ってもらうような感覚で、こう上にね、ナイロンのブルゾン今羽織ってるんですけど、ちょっとごめんなさいね、サイズが大きいですけど、そのあたりはちょっとなかったらご了承いただきたいなという感じです。まあイメージとしてはね、こうインナー緑としてこう使ってもらうような感じで使えるというわけですね、はい。というわけでですね、まあ、こんな感じで京都本当にいいアイテムですし、絶対に大人の方にはね、ゲットしてほしい一着だと思います。一着あったら本当に重宝すると思うので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。そして共感してもらえたらすごく嬉しいです、はい。僕はね、このベージュで行こうかなと思ってます、はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。